末の波予想をしてみようかと思います。今日はねもうこんな感じで超小波でございます。で連休だったんですね、今週末人が多いです。では、箱の方からね見ていこうかなと思います。箱の方がまああんまり期待ができない週末っていう感じなんですけど、西の方からね若干低気圧っぽいのが来てるんで、まあこいつにちょっと期待っていうとこですけども、まあ難所ね梅雨がまだ明けてないってことで天気もいまいちだし、風の方もねあんま合わないんですよね。なんでもう今週末はいまいちっちゃいまいちなんですけど、日曜日のね後半、まあ土曜日のね夕方から日曜日にかけては箱の方も若干上がってくる傾向にあるので、まあそこからが狙い目かなっていう感じです。なんで風がまあ比較的弱い日曜日の朝とかねいいかもしれないですね。まあそんな感じです。で次に、風と箱ですが、もう基本的にね南とか東なんですよね。なんでまあ箱的には本当日曜日の朝とか、まあ風で言ったらもう本当に来週のね水曜日ぐらいが北西に変わるんで、まあこの変わり目ぐらいかなっていうところです。というわけでまあちょっと簡単ですけど、まあ今週のね波予想の方ね終わっていこうかなと思います。まあ天気はこんな感じで、明日のね夕方から雨で土曜日雨みたいな感じです。はい。でまあ今週末もね楽しんでサーフィンなさってください。でチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではねまた。亀も来ました。